皆様、 こんにちは。 声が小さいですの。 もう一度お願いいたします。 皆様、 こんにちは。 こんにちは。 ありがとうございます。 拙者名古屋おもてなし部招待金月隊の弥太郎にございます。 助けにござります。 本日は皆様方、 侍忍者ショーへ ようこそおいでくださいました。 今から始まる忍者ショーですが、こちらの忍者徳川家康も支えた伝説の忍者にございまするゆえ、最後まで存分にお楽しみくださいませ。それでは侍忍者ショー始まり拍手。 徳川家康の命は城内さ、そうさせぬ。主君徳川家康様の命、我らがお守り申す。あっ、 家様、なんとせよ無事でお連れせねば。はっ、今伊賀者、甲賀者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、わし服部半蔵に力を貸してくれぬか。はっ、承知。 回転ランプ。 総勢約300名集まりし忍びたちと共に、この命にかけて家康を守り抜く。さあ、ここにおる皆の者、わしらに力を送ってくれぬか。わしがせーのと言ったのち、おお、拳を天高く突き上げるのじゃ。それでは参るぞ。せーの。 忍びの者たちよ、礼を申す。我らは家康様に仕えず忍び、現世によみがえっては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、 ここに水槽。ありがとうございます。我らがこのようにして徳川家康様をお助けした功績により、鳴海伊賀衆として取り立てられたのでござりまする。鳴海という名前からも分かりますように、 現世でいう名古屋市は緑区あたりを表しております。つまり
の忍びがおったということでございまして、愛知は武将のふるさと、そして忍びがおったところということをぜひ覚えて帰ってくださりませ、うん、We came back to promote tourism of samurai hometown 愛知 prefecture From now we will show you superhuman ninja arts Don't miss it さあこれよりは忍術披露の時間じゃ。ありがとうさすが。さあ、この時は誰が忍術を致す？拙者が。お、凛。は。参るか。します。凛は何を致すんだ？拙者はこたびこちらにございます石垣をピヨンと飛び越え、今は御長殿が待ってくれておる。忍びにとって最も重要な情報を得て着地をいたします。なるほど、面白い。それでは皆の者、凛が今から忍術を披露いたすからくり機の準備はやか。かっこいいところが取れるでな。さあでは凛準備はやか。はそれでは参れ。参ります。はおー、もうあんな高いの通れた。半蔵様、なんじゃ明らかにみな、それだけという顔をしてであれば、凛、お主のその客人の気持ちを悟ったもう一段階上の技があるのではないか。私ありますが、みながこんな感じだと拙者不安になってまいりました。不安か。はいやいや、私が実用を持ってもう一段階上の術をお見せするのじゃ。かしこまりました。うん、それは確実。奥義ということでよろしいですか。そうじゃな、凛の奥義を今からお見せいたすでな。はしかと刮目いたせ。それでは参ります。忍法回転捕縛の術。ああ、よかった。見事な軽技であった。ありがとうございます。さあ、このような忍び屋の毎日厳しい修行を経て、あのような怪術、忍術を身につけておる。お主らも生きていく中でできること、困難なことがあるやもしれない。だが、それを克服するということが成長につながる。毎日修行をいたすことじゃな。我ら共に前進してまいろうではないか。さあ、これよりは我らの剣舞であるしかとご覧いただこう。参る。はっ。正しく心、忍びたるものを忘れはせん。心に合えば辛くとも共に生きる皆のため笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊ここに推察。
顔を見ればわかる。あ、熱そうだな。しかとの水分補給、塩分補給忘れぬように。少しの油断も危ないからな。さあ、この後はよりここの舞台が熱くなるぞ。何故か名古屋おもてなし武将隊の方々が今からここで援護いたす。さあ、心の準備はできておるか。ありがとうさんじゃ。それでは名古屋おもてなし武装隊による演舞じゃしかとご覧いただこう。それでは皆の者、またをさらばじゃ。